ここで出てくるのがナルさんのカトリーヌとヒゲさんのあタベラスですね、いつも通り。最近は、ね、ヒゲさんカトリーヌの方伸ばしてるけど手当たりはになってるんですかね、触ってみて。さあて、ウディさんが向こうで煽ってる。どうしたらこっち来て縄やるより。さあターザンをぶち込んでいく。はい、だ今回はナルさんはランですね、いつもステップ通り。さあ攻めを前転抜ける。体力は一応サーベが有利だが、さあローディゲンサーベ、あれが結構止められなくてね、めんどくさいですね。さあ走り替えて、前転アローを別途してまた足を背負う形。しかし押し返されていって、さあこの距離で銃足を動かして、あーっと行かない。さすがにこれは死んでしまえと言いながら EX シュート高まってる。あーっとしかし止まれて、あーっとここは投げて、おお立ちが、しかし、ハンスポンもらって、さあ、トレモーといって、あ、お世辞が来るのか？できてる！成功率上がってるなぁ。まあ、殺しきれない。この前、関西ガチ組織は、ランとかステップ、どっちでも 0.5 回です。あっと、事故ったが、何も起きない。はい、さすがのアテミ。しかしオーバーヒートツーダウンで減らない。やりたいことをやりきって、はい、ヒゲサーベアスが体操戦を気持ちよく取っていく。さあ出てくるのはブラフジーブラボー。割とね、気持ちよくなるスタイルからは外れてるんですけど、別の部分でまた気持ちよくなってるからね、最近は。ブラボー戦はだいぶ格ゲーしてますよ、まだ。ほんと。さーて。小籠包のなくなったこの組み合わせ、さあの試合ではね本当強いんだけど、なんか大会では小籠包なくなって、まあ、嵐の受け減ったんで勝て出てないっていうのが最近の見たんですけど、さあよく見てる。最近このラリアットが、おっとカウンター、あれでカウンターなんのか。さあ、さっきの癖なのか、ディースラをブーム振っていく。さあ、この分かりづらい勝利。駒投げは抜ける。結構ブラボーの駒投げ好きないね。さあ、気づけばサベの体力が減って、あと、わざわざ切りにいった。押し返していく。固定切りは失敗。おっとこれはダメじゃない、とがめられなくてガンゲージを落ちたままどうする。おお発動、さあ NA の空振りに確定。しかし補正を見せてイージーを決めたが、
さすがに硬い。そして傷つけばなぜか2ゲージもある。これはさすがに必要ない。時間があと15秒というところで、さあこかしてどうする。あ、前転がそっちに出る。あの音が見られない。一応するためには音荒らしていったが、さすがに無理。担保もダメで、ゲージを無駄遣いしただけ。しかしサーベラスもゲージが、まあゲージ 0.5 あるよ、十分か。あと2段2だろ、使ってしまったが、さあ前に出てくる。大会の立場に直してきたが、しかし止められて、これはアウト、確定は無理です。余計空中くらい、さあ空中くらいをどんどん使っていく。さあ多分スライス、さあ 2D が上まである。さあルイス界のルールは前転、しかし本当はこれドラゴン一番強いはずなんだけどね、止まらないから。さあエクシードから、まあこのラウンドは通れていくでしょうけど、ゲージ差が絶望的。立ち上がりが注目っすね。何を振ってくれた、もっと枠して、さあこかして、いやブラボーの発生の結構怖い。あー補正疲労を食らっていく。気づけば 1.5、これは拾うか。あーサーベーこいつよさあ拾いつは減ってって足目をしのぎ切れるか。おい抜けた。3ゲージを貯めて、これはあとガーフにはいかない。3ゲージ王子様はあとこの体力で補正切りに行く。さあこの判断がどうなるか。さあこれはさすがに死ぬ。あったな、ウニブラボー。いやーどっちもね、体力のでかさが、あ、多さがねよーく見えたと思う、この2キャラよあー次がメノベイン、ピスカード界俺とよ、クート九太郎さんとサナコでルイが今日ヒゲさんに返します。いやー負けちゃいましたわ。あーしょうがないしょうがない、そんなことよりもおはようなんでもないっすさあはいいやいいよ、藤井に渡すぐらいだったら悔しい涙を飲みながら俺がやるよさあ、次純潔、メノーさん、ピーチカーさん、ベイン解体、九条九太郎、サタコゼルイ、九太郎くんは、ブラボーですね。さあベインブラボーがまず先鋒戦。さあサタコゼルさん、この、昨日なんかあれやってましたね、今日か今日の朝かメタルギアやってましたねメタルギアやってましたね、なんかソコロフ置いてってましたよねあなた話聞いてますみたいなおめえよみたいな、よゼロ少佐もがっかりだよみたいな、いい FPO の味ぶりでしたね。さあ回復テーブルマナー、テーブルマナー、さあステップなのに前に行く、まあ当然か、ガンガン前に行ってテーブルマナー、それを触るように隙を置きながらのじっくり攻めたい。さあ壊したシャワーパンからの台足つながってもうワンセット、さあこのセットプレーは慣れないときつい。さあただあの例の悪の店長が前転バグステとかリノ置き攻めというやつをやっておりましたが、皆さん使いませんね。うん、ぶっちゃけあの置き攻め1個でいいんじゃねえのって思っちゃったりするぐらい強いんですが、まあ多少ね使うタイミング、さあこっち見ない、こっち見ない、なんでこっち見る、痛められてますよ。きたーって見とって
ドヤみたいな感じでこっち見てましたね、メモさんがね、ドヤドヤ、俺の当て身ドヤかっこいいやろみたいな感じでしたね。いやー、 C コスに強いですよねこのキャラっていう嘘なんですけどっていう嘘なんですけど、 AC 自体は割と言う、わー、またドヤ顔でこっち見てますね。さあ3歩出しまった、テラビにぶっ込んで EX からドンボできるか。さあ基本コンボ、さあちょっと見せてしまったが、まだまだ有利。さあこうなってくると九太郎くんがエクシードできるかどうかというところにもかかってしまっているか。さあ師匠なのか、無事が画面を見ている、見てないふりして見てる、いやそんな曲がありましたね、見てないようで見てるって曲がありましたね。さあ、はい、エクシード発動、さあ手見踊って体力回復マニュアルで勝ったな、メロビン、まあ、やってる時間の長さがやっぱりこれはちょっとね、ちょっとね、いや正直キュー太郎くん当て身があるっていうことすらいまいち把握してなかったレベルでしょうあれそんながっくりしなくていいんだよ、そんながっくりしなくていいんだよ、このゲームクソゲーなんだからほんなリアルバトル負けた時との重みが違うんでねリアルバウトで負けた時はもう本当に俺がダメだったっていう感じなんだけどそうそう、精神病むこのゲームさあ、地方戦でいい、あ、大将戦でいいのか、サダコゼルイ対ピチカートカイ。さあピチカートくん引くキャラ引くキャラ引くキャラ当たりを引いている、カイも当たり、元くんはメインキャラであるケツトシさんも普通にクソキャラ化してますので、いやいいキャラ引いてますね、クソキャラ化し始めてますよカトリーヌさんも、いやいいキャラですねカトリーヌさんは、本当に本当にいいキャラですね、いろんな浮き攻めの方向、浮き身の方向ミスったらガードが飛んでくるっていうレベルになってきますよ。はい、とさあここでルイ回、さあルイ側の爆力に何度も絶対に捕まりたくない。さあただこのキャラオービットって言いますと思ってるんでね、さあしっかり見ていた、EX カバから空間ダブルエアルか、ミスってしまったが、まあ今はまあまあ体力は削っている。さあ NC がとにかく強い、そして立ち C も実は近距離 C もかなり強いから、さあバウンドして、さあダブルエアルミスってしまった、ちょっとここは乱れている、だがサドネルイに捕まっていないのでまだまだ許容範囲。さあこの辺ちゃんとやってくる回は本当に少ないんでね、これは貴重ですね。ちょっと藤井さんやめてくれます、いきなり横で回帰つくかとか言い始めるのやめてくれます、本当に意味が分からないんでやめてくれます回帰つくってギルティギアルですよね、うわこの人どうにかしてるわさあここでバカ力発動、さあこの位置はまずい、さあミスったあれおかしいな、ルイさん1位なんのです。さあ次触った後ろで置き攻めはどうなっていく、逃げていく、さあデッドリー、 EX デッドリーの橋が当たる、さあ一本辛くも取っていくはピチカートかい、なのさあここスライド出てしまった、ここはコアを出して捕まえてダブルやる、今度成功、デッドリースパークで決めて受け身狩り、ジャンゲーの受け身狩り性の、ま、バカみたいに強いですねこれ、やっぱり空中技がとにかくいかれてるくせに立ちっていう意味わかんない技持ってるんで、さあおっぱいミサイルからのコンボも完備して、さあおっぱいミサイル地味にビーム系のくせに気絶したまるんですよね、ほんとおかしいですねおっぱいミサイル、こいつ結構気絶コンとか普通にあるんじゃねえかなと思うけどね、なんか詰めれば頑張れみたいなコンボすれば、さあここで苦しくなってサドコで発動カウンター、スライドをしやってしまったが、さあここは基本コンボできるだけ FC の発動中に捕まえたら長いコンボやりましょう、しっかり、いやーこれは強い、いやーしっかりギアをとがめていく、勝ったのはメノベイン、エピチカード界チーム。さあ準決勝第2試合、オルルイ・ジビルイ対誰だっけ、うちのチームじゃなくて、ナールさんと、異次元人藤井のチームでーす。どっち先？藤井チームどっちが先方？あ、藤井が先方。後ろ。俺だけ後ろにジビさんいるのに呼ぼうとしな、なります。
いやしょうがないしょうがない、だってしょうがないしょうがない、オレル君ほらランプ使えない子だからしょうがないよ。あ、先方からビーム。さあ、藤井側ちょっと変えてきた。先方、カトリーヌ。対して、まあ、こっちはどっちもルイなんだが、中身がモラリストかバカかの違い。あ、馬がしかしょって歩いてきてるから、今。いや、でも前転3回の言い訳はちょっと。ダメじゃん。いやー、このか、いや、オルル君のためにできてるようなゲームだね、このゲーム。ほんと。さあ、先鋒戦、ナルカトリン対 GB ルイ。さあ、GB さん、暇つぶしにやってくれていたんですが、ちょっとしばらくやってなかったんですが、それでも格闘の基本という感じの動きができている人なので、全然強いです。さあ、前転からの禁止技ね。あれは強いですね。禁止が前後転、どっちも枯れるんだっけ、前転バグしてどっちも枯れるんだっけ、確か。てか前転方向、てか、バグして方向が分かりづらいんだよね。だから前転しがちなんだけど、前転枯られちゃうんで、さっせーみたいなね。さあ、デビルスタンベル落ちてきた。さあ、動員上げ、モップ投げしてしまったが、ここは、カオスキャンセルして、しっかりコムツアイディックは GB ルイ。さあ、スライド当たらない。やってしまったードカーン。だから減らねー。さあ、ちなみにカトリーヌの応援しちゃうぞっていう膝なんですが、あれどうやらマイナ EX マイナスレムっていうかプラスレムくさいですね。さあ、いい奇襲だった。しっかり、いやー、ま、深い技でとどめを刺していくは GB ルイと。いやー、ルイちゃん強いな。これ大根足じゃなければな。いやでもね、黒いのやってるとね、ちょっと足が細く見えるんですよ。あー、それはちょっとまあ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 かなみたいなね。でもミクってのかな。まあそんなこと言ってない、そんなこと言ってる間に試合は進んでいるかと見えて進んでいない。体力があまり問われていない。さあ、遠距離技でなかなか近づかせてくれないナルカトリーヌ。だがこれを突破していく、これるだけの突進力と技揃ってるのがルイさんなんですね。さあ、てみ置いていた、ガツンと一発、鏡の中のシーンです。もう一丁ドカーン。鏡の中だっていうか、膝、先ほども言いましたが、マイナスフレームが、ノーアル版だと、ちょっとしかないっぽくて、小技系は確定しない臭いんですよ。で、EX だと何も確定しないんで、この技は、もしかして完全ゴブか、ちょい UD ぐらい入ってんじゃねえかっていう、疑わしい。ね、カトリーヌ触ってはいるんですが、なんか適当に膝打ってるのが強いっていう悲しい結末になってるんですよね。さあ、こうなってくるとカトリーヌが強い。さあ、だがここは捕まえて、ここはエキシダトから、さあ、イニシエのクソ火力コンボ、まだまだ減ります。投げて残り体力、さあ、ここも投げ、読み切った、勝ったのはジービルイ。今のは完全に当て目、読み切った投げでした。トガメでいく。さあ、うなだれナルカトリーヌ。まあまあまあ、そろそろじゃね、当て目に頼る立ち回りをしてるのは。そろそろでしょ、そろそろまともにやってもいいでしょ。いや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 、ほらほら、割とね、真面目にやってるプレイヤーだったら、そろそろその辺はシフトしていかないと。完全に遊んで楽しんでるんだったら別に関係ないんですが、そう、目の覚めで楽しんでやってるっていう感じで、楽しいだけでやってる感じだったらいいんだけど、生地勝ちたいと思うんだったら、そろそろ捨てていかなきゃいけないところだと思うけどなと思うよ。さあ、まあその辺はね、個人の采配なんで好きにしてくださいって感じなんですが、さあ、ここで出てくるは、先ほど僕を倒したこのハゲの超料理人を使っていらっしゃる藤井。対するは、あのフードストリートファイター4で倒し、カオスコード2オン2をたった一人で攻略クリアしてしまった。ましてあの1万人送るコミュニティにおいて数字を持っている男を、さあといった間になんか食らっていて、こうやって煽ってくるのすごい楽しいですよね、俺くんは。さあ、ここもダメ。そうですね、ブラボー戦、上から攻める置き攻めは基本的にダメって思った方がいいかもしれないですね。前転でごまかす系なんですが、それに対して強いのは小籠包という噛み合ったキャラですね。めんどくせーっていう。さあ、どっちから派生が届かない。
さあちょっと藤井さんのエンジンが温まってきたか、欲望が増えてきたぞ。普通に5箇所ええねんっていう画面足キープ状態でステップから駒投げしようとしましたからね。お前何やってんだみたいなね。ほらほら欲望欲望完全に届かないけど駒投げしている。さあ徳川が体力がっつり削られてるんで関係ねえ。さあこれはさあオルルさんが睨られてしまった。オルルさんグツグツオルルさんグツグツ。さあここどっちピーハゼから発動、最幕、最速でダメージを取りに行く。シートから補正ギラスタバークしてしっかり伸びている。ここで痛めて大根の中華炒めからのマグロ、豚肉とっても美味しいよ。さあいやー欲望が全開でそろそろソーセージダブラルでピヨってしまった。ヒット数2からのコマだね。これは奥やり勝ったのはフジブロー。最後まで欲望通し切った。まあしゃあなしじゃね。このゲームだってどんなに格上とかでも負けることあるからね。まあ格上って言い方も良くないとは思うけど、どんなにこっちがやり込んでもまだ始めたばっかりの人に負ける可能性のあるゲームだから、まあ、しょうがないよ。だから大会いつまで経ってもなんか10連覇とかするやつがいないんだよこのゲーム。確かに、うん、10連覇他のここのゲーム戦の他のゲームだと割といるからね。10連覇までいかないかもしれないけど 4、5 連覇ぐらいは普通にしてるからね。それがないのはこのゲームの特性ですね。ああそうそう、そういえばこの前 FKD さんが来店されてて対戦させてもらったんですよ。そしたら名刺もらっちゃいました。お、はい、という売名行為でした。いやーもう完全にね初級者隊で対戦してるの確認しての、あの初級者隊じゃない方でメインカラー使って喋り入りましたからね。いやーダディに褒められた。さあ開幕ダブラリダディできるって言われた。さあ言うてもルイ、言うてもルイです。これはやってなくても言うてもルイなのでワンチャンもある。さあ欲望逃走したがちょっと見せて。さあルキからの女の子いたね。さあここは EX のギアで返していき、さあ対空取り戻れ中段です。それ大事こかして前転からは前転に受けていくか。ここは前転狩り。さあ中大根炒めが出来上がり、ピヨってからのベアクロー3本ゲージサボット状態で1本取るは藤井ブラボー。こう今日は乗ってるの藤井ブラボー。ダイナント、まあ俺に勝つくらいだから乗ってるよな。さあここは3歩ぶち込んで、さあ補正切りガード以外の行動が取れない瞬間です。さあここはダブルで返していく。さあ気絶値がやばいやばい。これはピヨってしまうが確定です。しゃあない、これは確定、これはつらいな。うん、これはしょうがなしやで、しょうがなし。さあ勝ったのは藤井ブラボーナルカトリンチーム。まあ今のは貫禄勝ちですな、やってる人間っていう感じでした。さあこれはこうなってこうなって、なので、おい俺で三欠やんの、三欠はやんない、三欠やんない。なので決勝メノベインピッチカード会チーム対、連戦ですがナルカトリーヌ藤井ブラボーチーム、どっちやんの。さあこれ言っちゃっていいのかな、これ言っちゃっていいのかな、お互いマスコットを抱えたチーム。言っちゃよくないかなと思ったんですが。知ってる知ってる。あ、メロさん乱入はよ乱入はよ。さあ 1P 側なるかといいね、 2P 側メノレイン、モンハンを閉じているっていうか先ほどから閉じていらっしゃいますが。チームメイト見てあげて、チームメイト見てあげて。あ、そうだっけ、キュータルくんの時もずっと閉じてたような気がするけど、うん、ような気がする。まあしゃあないよね。おい
画面見ろ。 C こすってた。画面見ないでドヤ顔 C こすり。はーい、ちょっと浮かして、意味わかんないし。さあお互い当て身を、超ひ当て身持ち、どっちも超減るのであまり やられたくはない。さあ、ここで商品が到着、商品が到着。なんか漁師さんが俺宛てに酒をみたいなこの話はあったんですけど、ないないっすか。ないないんだったらいいんですけど、別に欲しがったものではないんで、まあじゃあ別にしゃあなし。さあ画面に戻りますと、体力まあお互いそこそこ削れて、さあターザン、あのターザンってほんとクソがあるんでね、と言っても前ほど振るわなくなったかな、なんか感覚的なもんですが、硬直でかくなった感じ。さあ爆発させて、さあどこで使う、飛び道具が多いのでなかなか当て身絞りづらい。全然違うよ。そうですね、ナルガドリーの立ち回りとしてはまあ行くように見せていかないで、弾を置いてターザン巻いて、でただそういうのに確定取りに来たところに、があの鏡を置いておくって感じですかね。だから対して目の面結構前にガンガン行っちゃうので、ここ止めていかないと割と的になって、マトン、あーこれさっきの俺のマスコット預けで完全にマスコットになる気満々なんですね、この人ね、勝つ気ないですよ。さあ様子見て、音符がとにかく強い、まあ、でも割と抜けられるようになった。さあここは停滞し、さあモップが当たってしまった、途中からヒット、あーでも当たって惜しい、クマ、おっと空中波動でイケメンかっこいい。あー今の追撃イケメンだったな。いやてめえの当て身は食らねえけど俺の当て身は当てるんだよっていう、ひざぶちゃって尻もついて、ターザンは確定取れない、走ってしまった。いやこのゲーム接触判定がおかしくなってる技が割とあるんで。さあ西マリリン・モンローは下段だったか、下段下段、シャービシー超範囲広くて両方に出てるくせに下段っていう意味わかんなかった。ただすかされた時の硬直は他の強技よりもはるかにでかいから、まあ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 、いや間に合った、間に合ってない、ポップヒーローシー、ポップヒーローシー、じゃあこれ優勝チームとボブヒロシのエキシーチームなんすか。あったあった、俺も行くから、俺も行くから俺負けたんだよ藤井に負けた、まだ決まってねえんだよ、今決勝第2試合で、おめえ入れねえから終わったも同然だろいやー持ってるからな、そう実績のある男が後ろにいるね、マスコットに対して実績のある男が後ろにいるんでねさあ俺絶対優勝するからねって藤井対寡黙に黙々と回を詰めていく、ベジカーと回、さあお互いめんどくさいと思ってるだろうな、てかこのゲームキャラ隊じゃねえからな、もう本当にキャラ隊って何、美味しいのそれみたいな感じのところちょっとあるんでね。さあ空中引っ掛けて、だが安いというかブラボー硬すぎバルタ、さあコムツがない、欲望は投げていく、ここはしっかり読んでいた、投げて、そうですね、上級者の上級者からゆえんは前の試合からどんどん学んでいきます。さあダブラリー甘えさせたが、さあダブラリー、さあ藤井さんこれは大丈夫なのか、ダブラリーでまだ割っていく、ベトリスパグル画面しから脱出つつ、トマホグ、さあ読みは良かったが抜けられちゃった、ベアクロの判定が広い、体力リードは下位だが、これはワンチャンどころかツーチャンスリーチャン、終わった、創世記からの3歩を2段3段止め、最終弾まで打ち切って3歩がもう一丁5番で締めて、でこの客マジマナー悪いわ、胸クソ悪くなるキャラだわマジよこいつよ。さあ1本取るわ藤井ブロボー、だゲージ全放出だが、このキャラステップなのですげえ勢いでゲージが止まっていく、対して海側はランなのでなかなかたまらない。じゃあこのゲームにおいてランにする必要のあるキャラというのはほとんどコンボにランを使うキャラだけって感じになってきちゃってます。まあ一部キャラ隊でランを使うこともありますがほとんどないです、だから僕もステップにしたんです。さあダブルリール、だが体力リーダーは効かせない、さあこれに対して確定取れなかった、壊しは確定してるが ANC 届かず、エトリスパーク確定取れず、
シャルリー割と硬直少ないんでね、ブラボーも。さあ前転狩りからのエクシーダスト、機械引退からの肉ぶち当てて三方からの勝ったのは藤井さんとナルカトリンチーム。はい、本日、カオスコー大会20人参加です。お疲れ様でした。いらないでしょじゃあまずナルさんからね、はい、いや最後に仕事できたのかな。できた、うん、さあありがとう。はい、さあ今日のヒーローの藤井だよ。あお疲れ様でした。ちょっと待って、あのニコラマとかツイッター見てね、ね、売名するよ。あ、ヒマジンさん、今日ちょっと優勝したんで、ちょっとまたかかってこいや。あ、ニコラマとツイッター見てね。はい、ということで、改めて締め直しましょう。本日金曜日、隔週で行われているカオスコール2オン2大会20人参加で、準優勝が、メノベイン、ビチカート、カイ。そして優勝がナルカトリーヌ、フジーブラボチームでした。そして優勝商品がございます。待って、調子風おでんの缶。さあ、調子風で調子に乗っちゃうか。犬吠え咲きストーリーというクレープショコラロール、調子土産上田屋、漁師さんからの、お土産です。で、お二人で分けてください。そうだよ、俺はね、カオスコート1週間ぶりなんだからな、お前。生にも生ってよ。1年ぶりだよ、1年ぶり。稼働してねえよ。バカやろ、そんなん言ったら、マハギさんが惨めだろ。あの人、ロケで3年勢なんだからな。ロケで3年勢なんだからな。かわいそうだろ。言うなよ、絶対言うなよ。さて、じゃあこのままマイクをおもちゃにしてていいの？あ、もう閉めたよ。あ、閉めたよ。俺さん、ほんと…オタクの底力。フェーズ1シェイキラだから、こういうタグは良くないって。ほんとさ。